伊藤秀明の話したでしょ。俺も怒られる。俺さっきこれメモりましたから。余計なこと絶対言わない。一生後悔するって。ここに置いて喋ってますから。俺めちゃくちゃ言われたよ。俺やっぱすごいよね。楽天ってやっぱりさ、すごい金ばらまいてるからさ、その、週刊文春だってさ、うん、広告すごいじゃん。あれ山本一郎さんのあれ、うん、ホリエモンリークでしょ。俺すぐわかるよ。まあまあ。あれだってさ、あれも事実だからさ。有名な話ですもんね。あれ有名だって。山本一郎ウォッチャーだったら、山本一郎がヤクルトの大ファンだって知ってるでしょ。ウォッチャーじゃない。なのに、いきなり楽天球団のなんちゃらアドバイザーになってるから、うん、でそれちゃんとさ、まとめてるサイトもあるじゃん。はいはい、山本一郎が、あの、なんか、シニアマネージャーかなんかに就任した途端に楽天への攻撃がやんだみたいな。で、それをさ、俺聞いたわけ。ちゃんと社長に確認したから、その楽天球団の。ダメだよ、それ。なんて聞いたらさ、いや、なんであんなやつ雇うんすかって聞いたら、いや、もうそれはもう行きたい案件だから、しょうがない。もうダメだよ、絶対切り抜かれんじゃん。一緒に移りたくねえ。マジで。だってそれ俺本当に聞いたから。俺、ガーシーさんとなんか話してて。いや、もう僕、なんか原稿とか今やり取りしてるじゃないですか。うん。で、いや、ちょっとこれ削りたいっすねって言ったら、ガーシーさんが、いや、出しましょうとか言われて、うん、いやちょっとって言ったら、いやいつでもドバイでかくまるんで大丈夫ですよって言って俺早いよ、まだ30代でドバイから出れなくなるの嫌だよって言って、今みんな僕のネオヒルズジャパンって与沢さんの雑誌やってた時の人たち全員集結してるんですよね、うん、軽い同窓会になるなと思って。恐ろしいよね。でもね、なんか時代が大きく変わってますね。どうなると思います？ガーシーさん VS あの企業。このガーシーさんが楽天を攻めるまでは、うん、みんな笑いながら見てたんですけど、うん、楽天を攻めてから結構な大企業が、うん、もう経営会議で議題にし始めてますね。うん、そうなんだ。そう。絶対来ないと思ってたけど、いや、楽天行くなら1万じゃねえかって言って、お前ら大丈夫かっていう。ああ、身体検査ね。でも、まあ大丈夫そうっす。やっぱそこは。ちょっと特別ですね。楽天さんは。それはほら、今までさ、やっぱりさ、そうやってさ、消えていってたわけじゃない。そういう記事とかさ。そうなんですか。僕は知らないです。そうなんです。やっぱ消すっていうのはさ、すごい、うん、大事なことなんだよ。いくらでも消せんだよ。僕、消さないって決めてるんすよ。でも、やばいことになったら消さざるを得なくなるかもしれないよ。でも、一回僕とか、まあ、レベル違いますけど、堀井さんみたいに出ちゃった人は、消すことが話題になるじゃないですか。まあ、いや、でもね、そんなでもない。みんな情弱なんだよ。ああ、意外と。意外とってか、かなり情弱なの。みんな基本情弱なのよ、うん。堀井さんが言ってたりもしたんですけど、意外と週刊誌の人とかって、この前、某週刊誌の、記者さんと話して、攻撃されるの弱いんですね。あ、そうだよ、そうだよ、そう。僕、逆に返り討ちに合わせられるんじゃないかなとか思ってたんですけど、いろいろ腹割って話したら、もう電話が鳴り止まないと。じいさんにさらされてから、触んないことをしましたって。普通に嫌なんだって思って。そうそうそう。だから、俺も執拗に週刊文春を叩いてんじゃん。うん。こいつら人間のクズだとかずっと言ってんじゃん。そうそう、嫌だよ。めっちゃ聞いてるらしいよ。らしいですね。やっぱり、これからもずっと言ってる。ラリーマンですからね、実際。優秀な大学出た。うんうん、だから、そういう他人からの攻撃に弱いから、俺はずっと言い続けてるわけ。亡くなるまで言い続けようと思う。だから、それが逆効果なのか何なのか僕は分かんなかったですけど、意外と聞くって聞いて。でも、楽天も、あれですね、楽天さんも、発展をお祈りしたいっすよね。楽天が何？ますますの発展をお祈りしたいなと思って。え、何の？楽天の？うん。え、なんで？いや、一応、フォローで。でも今、楽天一番苦しいからね。嬉しそうな顔して。
いや、それは別に嬉しそうな顔とかじゃなくて、普通にその、客観的に見て大変だっていうことだよ。やっぱ、うん、モバイル事業に金使いすぎてさ、でさ、あれ、はしご外しされたって怒ってるわけよ。あれ、菅さんが全部下げろって言ったってことですか？そう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 。あれが一番嫌ですよね。うん。だから要は、菅さんにはしご外されたって思ってるわけよ。で、今の岸田さんのチームは楽天さん近いですからね。あ、そうなんだ。いや、僕あんま詳しくないですけど、なんかそういう噂を。でも多分、イライラしてたんでしょうね。神戸勝てないし、楽天モバイルもあの感じで。で、ガーシーが M 社長って言うから、ムカついたんでしょうね。まあそうだろうね。うん、完全に、図星をつかれて、ムカついたんだろうね。堀さん、三木谷さんのこと好きなんですよね。俺は別にだから、全然ヒヒですよ。でも楽天カードマンだけ、まあ、楽天パンダだけ好きなんでしたっけ？楽天カードマンも好きだよ。何くだらない。楽天カードマンと楽天パンダは、楽天パンダは俺愛してるから。くだらない。もう新しいスタンプ出たら、もう動く楽天パンダスタンプとか出たら、もう速攻でダウンロードするから。じゃあ、ファンってことですね。楽天の。ファンですよ、そりゃ。大丈夫か。乗り切ったかな。大丈夫だよ。だってもう別に、三木谷さんも何も別にね、別になんか名誉毀損的なこと言ってるわけでも何でもなく、客観的な事実しか話してないからさ。ガーシーが正しいこと言ってるかどうかもわかんないじゃん。そうですよ。うん。僕はでも、大学時代楽天カードを使わせていただいて、非常に使いやすかったです。そうですか。大丈夫ですか？怖いんで。通販サイトは Amazon 使ってるんで、関係ないです。僕ね、楽天でキムチ買ってます、たまに。俺最近買い物してない楽天で。あ、すごい便利です。マジで。